になる方法があればいい。いつだってそのための選択をしてる。現実はおとぎ話みたいに終わらないことを知る。私たちは高校生で、まだ夢の道半ばで、そして無力だ。あの時、自分の気持ちは消さなきゃって決めたのに、忘れていいなら全てを忘れてしまいたい。苦しかったあの場所から連れ出してくれた彼女は、いつの間にか自分を追い越してずっと先を歩いてた。